北川歌丸、教訓親のメ管理陸知者、今日は3年間の教訓へ。理工者と書くべきところを、陸地者としているのは、理屈っぽくなりがちな女性の改めるべき注意点を、願意した当て字と解釈されてもいる。教訓へとは、江戸時代から明治時代にかけて描かれた浮世絵の様式の一つ。女性の一生に起こりうる様々な場面を想定して、 その時の心構えや教訓として何かを教えるための浮世絵を指す。教訓がとも言う。教訓上には一流の浮世絵師が筆を取ったものがあり、美しい絵本として眺めて楽しめ、女性に限らず多くの人々に親しまれたようである。江戸幕府はキリスト教を禁止し、社寺の方は保護したから、社寺と庶民教家のことは考えていた。しかし、織田信長、 豊臣秀吉と同じく大宗教については慎重で、政策的には強く宗教界を支配した。信徒の結集を恐れていたため、厳しい取り締まりもあった。その点、儒教に対しても、あくまで幕府を支えるべき論理の枠内で、すべて教家政策の一端であったから、初期の草造史にも教訓的なものは勧められたし、宝石物や歴史物、 風刺的なものは禁圧されても、倫理教訓的なものは許されていた。この江戸時代には一貫した教訓への流れを見ることもできるが、こうした公共的な題材や教訓へは自由に取材したい浮世絵師にとって力の入り様がなかった。ただ、日頃描きまくっている作品がごハットになったり圧力がかかったりすると、 その時だけは、教訓へに手を出すということが繰り返されたのであった。また、封建社会では、ただたかの道が奨励されたから、それに関した題材も少なくなかった。日本本土のみならず、歌川国吉のように、24行動時間のシリーズを描いたり、宗教的なものとして、高祖一大略図のように、日蓮の伝記的な作品もあった。浮世絵師の作品のうち、 浮世絵の初期に、質量ともに注目されたのは、西川助信の往来物半本で、絵の内容に合わせた女性の姿を優雅に描き出す、スタイルを、その後、江戸の絵師たちも、積極的に模倣した。それから、教訓的な文と女性の風俗画とを合わせた一枚もの、の、教訓絵が現れ、鈴木春信の揃い物、五条や、北川歌丸の揃い物、教訓親のメカンなどが、 代表作として挙げられる。五条とは、儒教の教えで、人が常に守るべき5つの道徳の人し、紀礼、里さとし、真のことで、鈴木春信の五条シリーズは、この思想をヒントに教訓になる歌を添え、優しく導いた五枚の揃いものである。五条知は、さとしのイメージにふさわしく、習字の練習をする少女とそれを教える娘、五条、ひとしは、 日常生活の中での人への思いやりを表している。北川歌丸の教訓親のメカンシリーズの全10図は欠点の多い女性を鋭く評価、分析して本人ではなく親への教訓に結びつけている新しい視点を持った教訓へであった。その中の俗にうんぐうたら氷への朝遅くに起き出したばかりの女性は髪は 乱れ、目もはっきりとは見開かれていない様子で、これから歯磨きをするところのようである。俗に運爆連の、茹でたカニを左手に持ち、右手に、ギアマン製のグラスで酒を煽る姿は、すれっから死を意味する、爆連にふさわしいありさまである。しかし、ダメ娘たちをけなしながらもそれぞれの個性の中に、美点を見つけ、どこか愛せる見栄えを残して、 レベルの高い美人画に仕上げているところが歌丸のマコ頂であった。図柄が面白く、見るだけでも楽しめる教訓絵は、現代ならば、書店に、数多く並ぶ、観婚葬祭や、ビジネスなどのマナー本に近いものかもしれない。教訓は生きていくための道しるべになり、それが、心の癒しやヒーリングにもつながっていく。また、明治期にはかなり歴史教訓的なシリーズ。 あるいは、木版の教育掛け図が描かれた。例えば、小林清近、井上康二、月岡義としら合作による、共同立式などがあるが、これも、明治政府の教家方針に従ってのことであった。このうち、清近は1882年以降になってから、教訓上などを描いており、例として、日本終身入門掛け図が挙げられる。他には、 歌川国旗が定住の名で描いた教訓三階杖がよく知られている。一般には浮世絵全体の総量から見ても、この方面は数量は少ない。また、優れた作品もわずかと言える。ありがとうございます。